祭りクエストメディア祭りラジオ、パーソナリティを務めます祭りエンジン事務局の伊藤理香子です。祭りエンジン代表の宮田信也です。祭りエンジンメンバーの菅野氏柴田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは祭りと神輿をこよなく愛する宮田信也を代表とする祭りエンジンメンバーが中心となって真面目に楽しく日本の祭りについて考える番組です。はい、というわけで結構数重ねてきましたね。うん、今日のトピックは何にしましょう。今日は最近話題になっております祭りの危険さ、あれね、あーツイッターで見た、そう、話題になってますよ。ツイッターだけじゃなくて ね、ニュースにもなってるから ね、今ね、うん、結構いろいろ言われるじゃないですか。で毎年やってるし、そう、もうそろそろなんかもう風物詩みたいになってるんでまあちょっとここである程度我々の結論というか意見をきちんと言っといて、うん、でもう何百回やってもいいけど、まあ、きちんとこうやって考えてる人たちもいるんだということを、うん、ちゃんと示しておくことは意味があるんじゃないかと思うんですよ。確かに。だってもう無駄じゃん、うん、あんなこと何百回外の人やってもなくならないから祭りは、うん、そうだよね。だからどれだけあのことをやり玉にあげて祭りやめろって言ってることに意味がないのかについて、うん、ちゃんと話しておくことが重要ですね。じゃあ、 まあ我々のね意見をちゃんと伝えていきましょう。お願いします。いや見ました、りょうちゃん、あのニュースだったり、うん、周りの人がガーガー言ってる様子を、うん、だんじりが倒れてる、危険だ、死人も出てる、やめた方がいいんじゃねえかっていうのを外部の人が言っています。うん、というのは心得ております。だいたいその祭り、例えば僕らも言ってる中で中止っていうのはないわけじゃないけど少ないわけですよ、うん、祭りがね。だけどちょっと縮小したりとか今までできることができなくなってたっていうことをやっぱり聞いていくと、ほとんどというか全部外の人たちから苦情が来たとか、ちょっとトラブルがあったのでこの問題になってしまったとかっていうのがやっぱり原因なんですよね。うん、だから内側の人たちは別にそんなのを望んでないし、外の人たちに対してのショーじゃないわけじゃない。そうです、うん、だからそこを多分きちっとしておくことがちゃんと価値があることなんじゃないかなと思うんですよ、うん、我々の態度としてね、うんうんうん、もう言われっぱなしじゃ本当そうだ、ちょっと悔しいしね、祭り好きな人側からしてもね、どうぞ、でなんか迎合する気もないし、うん、いや確かにそうなんですよってはちっとも思ってないわけじゃないですか、うんうん、だからお祭りの人たちどう思ってるんだっていうことを、まあ、ちゃんと示しておくと、うん、で、まあ、こういう意見もあってこういう意見もあるということでちゃんとその皆さんも話し進めていった方がいいし、そういう意味で言うとお祭りの人たちどういうことを思ってるのかっていうことはちゃんとその明示されてないと思うんですよ。お祭りの人たちってなんか変わった人たちだねみたいな取り扱い方するじゃないメディアも。確かに確かに。その危険なことを厭わずにやってるヤンキーたちの集まりだみたいな、うん、でもそういう言葉で語られてた、うん、今回も様子じゃないですか、うんうんうん、でもそんな人は一部なんですよ、うん、別にお祭り好きな人たちの中だけじゃなくたってそんな人たちはいっぱいいるわけであって、うんはいはい、そうだね。だそういう意味で言うとお祭りやってる人たちもみんな普通の人たちよ。そうよ。だけどなんでその僕たちお祭り好きでね、うん、その地域の行事として守っていきたいと思っているのか、うん、だそれは危険なことがスリルあって楽しいからじゃないわけよ。うん、全然スリルを楽しいじゃないからねあれは。そうだね別になんかあスリリングだったみたいなさ、それは別に楽しいと思ってるはもう一切ないですからね。そうね。いや本当遊園地的なそうあの感じはないね。ないですね、うんうんうん、だむしろ運営側からするとやっぱり事故なんて絶対に起こしたくないじゃない。そうよ。その後もよっぽど大変なことなこと分かってるし、うん、非常にリスキーだから、こういうことをねそのやり玉に挙げられて祭りやめろって言われると、うん、でその一つの事件が大きく広まってしまって
そこの例えば1個のね、今回だんじりが倒れたという話だけど、そこの 町会の外の人たち全体だったり、うん、お祭り地域だったり、うん、もうなんか他のこう大阪全体とか、うん、で祭り業界全体に対してそのネガティブな意見が来るわけじゃん、うんうん、非常にリスキーですよ、うん、だからそこまでをその天秤にかけてわざわざそんなことしてないんですよ、そんなことね。なるべく起きないようにやってるし、全国何十万箇所もある中で30万ぐらいあったら299,999はうまくいってるわけですよ、うんうん、事故なく今年もね、うん、うまくまとまりましたと、ね、で丸く収まりましたってやってんのに、うん、だその一件を取り上げてやめちまえっていうことの意味のなさを、うん、だみんな分かってるはずなんそんなことは、うんうん、だけどなんでわざわざコメンテーターの人たち集まって議論するのか、うんうんうん、だそこに対してきちんとした大人の意見としてね、うんうん、ちゃんと把握しておくことをやっぱ必要としてると思うんですよ。神主郎ちゃんはどう思われます、まあ、各宮田が怒ってるわけですよ。ね、まあ神主っぽいことを言ってみるとさ、例えばさ、すごくこう、まあ、全国的に、まあ、あっちこっちあるわけじゃないけども、そのすごくこう暴れ祭りみたいなさ、なんかすごく激しいお祭りってのがあるわけでしょ。で神社によってはさ、まあ、疫病をこう防ぐために創始された神社みたいなのもあるわけよ。でそういうところの祭りなんかで特にさ、おみこしをさボコボコにするっていうかさ、もう階段から突き落としてさ、もう川にぶん投げて海にぶん投げてさ、もう最終的には火の中にもうくべちゃってさ、でもう炭みたいにして、おみこしが炭みたいになってさ、それでこう神様が元のお宮に戻るみたいなね、まあ、そういうのもあるのよ。でそれやってる人たちはさ、外から見てたら危険だよ、うん、だって火の中に入ってくんだからね。でもうそれこそ危険を厭わないみたいなさ。でもやってる人たちはさ、一切笑ってないですよ、うん、もう真剣だって。それはそうなんだもん。これなんでかっていうと、それいろんな考え方があるからね。でも私からね、その信仰あるものからしてみれば、神様がその痛みみたいなのを我々に代わってもらってるわけ、うん、その疫病とかそういうあるでしょ、災い、災いを神様が私たちの代わりに受けてくださってるのね。それはだからやってる方はさ真剣なんだよ、うん、でだからその一切笑いもないしさ。ただそれはさ、観光でさね、観光で来た人はさ危険だなって思うしさ、中にはさ母なんてさ手叩いて笑ってる人っているよ。でもそこはさ、もうさ次元が全然違うわけ、考えてる。だってそんなでね、観光で来た人とさ、別に観光は悪いって言ったわけじゃないよ。でもやっぱり忍者の祭りってのは人々と氏神様のその絆の表現だから、それがそういう風にして現れてるわけよ。だからそれに対してさ、危険だからやめなさいとかさ、できないことなのよ。まあもうそもそもできない頼みなんだよ。それを危険だなんだってのは角違い、ナンセンスだという風に私は思うから、まあ取り合わなくていいんじゃないって言うにしかもう言えないよね。うん、やっぱ内部の人たちは危険か危険じゃないかっていうのも何の基準もないわけじゃないですか、うん、事故が起きたからこれは危険だからやめろっていう、うん、まあ結局後から考えればみたいな話だって、うん、でずっと何するにしたってみんなこう安全にやりたいと思ってるし、何か事故が起きることのリスクもさっき言ったように大きくあると、うん、でみんな1年間ずっと気をつけて事故が起きないように、うん、でやってるわけじゃない。で今回3年ぶりにやったからとか、そのまあいろんな原因があって起きてしまったけど、また次回起きないようにやっていくわけじゃないですか。そうやって何百年とやってんだよ。そうよ。それを積み重ねてるんだよ、うん、それが1日2日来たさ観光客とかさ、ましや行ってもないさ、ツイッター民がさ、それの画像を見ただけで評価はやっぱりできないよ。うん、うん、そうね。もうちょっとやっぱ俯瞰的に見てほしいじゃない、その時間軸と、うん、そこの地元の人たちのね、そうです、その取り組み方と、うん、なんか
ヤンキーの運動会みたいなこと言われてましたけどなんかそうやって見える面もあるかもしれないですよ、みんなね、うん、それも見えると思うよ、表面上見てればそうだと思うよ、うん、でもきちんと分析すれば、別にこれは祭り好きだから好きじゃないからっていう話じゃなくてね、まあ、社会構造的にどうやって祭りを成り立っているのか、でそれをきちんと見ていけば、そんな浅はかなお話じゃないわけじゃない。歴史を積み重ねて、うん、で町会の人たちも何回も何回も会議をして、リスクあることも分かってると、うん、事故も今までなかったわけじゃないから、うん、それに対して久しぶりにやることに対して、そのみんな体も弱ってるかもしれないし、久々に会った人たちもいるかもしれないし、うん、で今回はそういうリスクがあり得るので、もうなるべく本当に気をつけてやりましょうねってなった上 でもしかしたら久しぶりにやった人たちが嬉しくて、うん、もう一生懸命やってくれたかもしれないわけじゃない、うん、でそこに対してすごいみんなで叩くという、うん、その叩く側のになる、その自分の選択自体をちょっとだけ立ち止まって、うん、はい、これは本当に正義なのかと、うんうん、別に祭り好きだから言ってるわけじゃなくてね、だそういう冷静さがあったっていうわけじゃないですか、これは別にこう祭りに限らずね、うん、世の中の事象も何でも、まあ、マスコミなんだろうって切り取るからさ、うんうんうん、そういう姿勢は大事だよね、うんうん、まあ、今回はその我々が祭り好きだからさ、特にさ、ね、こういう風にして発信しなきゃいけないと思ってさ、うん、ね、やってるけどさ、うんうん、なんかそういう風にこう、まあ、言いたいこと言われてというか、だからまあその全体を知らない人たちが表面的な事象に対して評価すると、でそれに対しては別にしょうがないわけ、うん、しょうがないというか世の中大体そういうもんだから、いやいやもしたら自分もそういう風になってるかもしれないからね、うんうんうん、知らないことに対してもね、でやっぱこう危険なものに対してそこの危険がなくなるようにするべきだという意見自体も分かりますと、うん、そこに対して間違ったことを言ってないその人の立場としていうことは分かりますけど、だけどそのきちんと祭りのことをずっと考えて今後も続けていきたいと思っている、課題を持っている我々としてはきちんと説明する責任があると、うん、いやお祭りまあ確かに危険だし、まあなんかああいうの良くないっすよね、うん、みたいなことは言えないわけですよ、うんうん、はいはいはい、だそうじゃないことも分かってるしね、うん、でそれ正しいお祭りってこうなんですよって説明があると認識した上で、やっぱりこうただ言われてまた同じことを繰り返すと、うん、まあ、同じ議論をね繰り返すということのそのなんていうかある意味では恥ずかしさというか、まただんじりの、ね、季節がやってきて、でだんじりだけじゃなくてこうもう お祭りの事故を探し当ててメディア側がね、はいはいはい、でも何十万件あるうちの一件をやり玉に上げてみんなでやめちまいという、でも苦しいわけですよ、はい、お祭り好きな僕らとしても、そのお祭りを好きだし楽しみにしている人たちがたくさんいるという事実を知った上でも、なんかそういう人たちがいてそういう風に見てる風景も見たくないわけですよ、うんうん、だそういう意味で、まあ、きちんとね、まあ、今回その危険なお祭りっていうテーマで、まあ、ちょっとこう扱ってみますけども、うん、我々の意見とお祭りのことを説明した上で、あそうなんだと、まあ、そういうふうにやっててそれでも起きてしまうけど、でもみんなちゃんと安全を望んでるということを、まあ、ちょっとでも知ってもらえれば、うん、という目的で、まあ、ちょっとこのテーマを扱ってみようと思いますので、はいはい、まあ、今回ねその導入1回目はこんな感じで、はい、終わろうと思います、はい、はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。